エスパス歌謡祭はカラオケファンの人たちに歌手になったような気分で気持ちよく歌ってもらおうと、マニワエスパス文化振興財団が毎年開いています。16回目となった今年はマニワ市内外から54組が出演しました。出演者はそれぞれ華やかな衣装に身を包んでステージに登場し、思い出の歌や大好きな一曲を歌いました。優しさ揺れる朝、朝ひとつ喜び、悲しみよ、あなたは教えてました。中には歌だけでなく曲に合わせて踊りを披露する参加者もいて、思い思いにステージを楽しむ歌謡祭になりました。堂々と歌声を響かせる出演者に、応援に駆けつけた人たちから温かい拍手が送られていました。今回の歌謡祭も MIT の公開録画でした。 MIT ではこの歌謡祭の模様を3月8日火曜日に第1部と第2部をエスパス歌謡祭2016パート1として、3月9日水曜日に第3部と第4部をパート2として放送する予定です。また再放送日はご覧の予定となっています。出演者の皆さんの力のこもったステージをお楽しみください。